立ち食い寿司の店、東京都千代田区神田佐久間町にて2015年、撮影。立ち食い、立ち食い、立食とは、第12には、立ったまま食べること。要例として、おにぎりの立ち食い、世に出た頃の江戸前寿司は立ち食いするものであった。第22に,には、飲食店の業態の一つで、屋台、スタンドなどで立ったまま食べさせるというもの。要霊として、立ち食いそばや。 世に出た頃の江戸前寿司の店は立ち食いであった。立食と同義とする辞書と、市内辞書がある。駅構内やオフィス街の一角など、食事を手早く済ませたいニーズが多い場所に立地される。販売側が席を設けないことの利点として、混雑時に顧客の回転率を低下させないことや、客席を持たないことで面積あたりの収益率を上げる、効果が上げられる。また、 店舗面積が狭いために、立ち食い以外の形態を取れない、消耗品である椅子を用意しなくてもよい、椅子がなくなることで掃除がしやすい、などの消極的な理由から立ち食いの形式を取る場合もある。一般的には、席のある店よりと比べて、値段が安く設定されている。店舗は、狭い調理スペースと、カウンターが設置され、客はもっぱらカウンターに向かい食事をする。 移動しない屋台に近いと言える。その他、セルフサービスの飲料水サーバーや食券販売機を併置して、店員の作業量を減らし早く食事を提供する工夫がなされていることが多い。現代の日本で最も一般的なのは立ち食いそば屋である。これは、江戸にて、江戸時代から始まっており、酒、寿司、天ぷらも同様に売られていた。その他にも焼き鳥、 カレーライスなどの作り置きができて、調理に時間のかからない料理が提供されている。寿司屋の中には、看板の店名の前に、立ち食いと書いてあるものの実際には立ち食いではない店がある。これは、屋台で立ち食いする形式が一般的であった江戸前寿司の名残ともされる。北王子露人は、握り寿司の名人にてと述べている。中京地方では現在でも、 一般的な表記である。また、種類を出す、立ち飲み屋も数多く見られる。2009年、立ち食いに焼肉のジャンルが発祥となったのが、神田六花会である。2010年代に入り、俺のや、いきなり、ステーキなどに代表される、フランス料理やステーキなど調理に時間がかかり、従来立ち食い向きではないと言われてきた料理を提供するチェーンも複数現れている。 イタリアではバールと呼ばれる立ち食い形式で軽食を供する商売が一般的である。立食パーティー、立ち食いは第一義、第二義ともに辞書によっては立食を同義語に挙げている。この語は座って食事することの意味での座食、座食の単義語である。書室は、朝野新聞の1882年12月15日刊に見られる一文。 造幣局の核管理は、忘年、新年宴会等に、赤菓子によって芸儀を招くことを廃止し、洋風の立食に変え得られることになりしおもむき。明治時代前期に現れた言葉であり、官営対象色恥時点は、立色、立ち食いと同義語とし、俗語、次回も同じ見解を持つ一方、玄界と日本大辞書は、 パーティーで飲食物を卓上に置いて自由にとって食べる形式という旨の合意のみを挙げている。現代日本語においても立ち食いと同義語とするかどうかは辞書によって見解が異なるものの多くはパーティー形式の立ち食いに限定している。立食パーティーとは料理をビュッフェ形式で供するパーティーのことで参加者は各自セルフサービスで元卓に供された大皿の料理から 各自の皿へ適量を取り分けて、立位のままで食べる。決まった席は設けられないが、壁際などに椅子が用意されていて望めば座食も可能な場合が多い。定められた席のない立食形式では、参加者は自由に動くことができるため、交流しやすいという利点がある。一方、料理の提供者及び主催者にとっては、大皿料理は調理の手間が軽減できる上にここに、 配膳する必要もないため、比較的少人数でこなすことができ、コスト削減につながるという利点がある。ありがとうございます。